はい、それでは、12時2分を回りましたので、早速、今日のハイパーレジャー東京ミートアップを開始していきたいと思います。改めまして、私、Linux ファンデーションの福安と申します。本日はハイパーレジャーミートアップ東京にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。で、本日なんですけども、ここ最近、ハイパーレジャー東京ミートアップは、様々な、トピックに、アジェンダをこう決めて、で、そのアジェンダに関して、こう、情報提供を行うと。そういう、趣旨で、こう、イベントをしていきましたけども、本日は、いわゆる ID、最近ね、ウイルスのワクチンパスポートみたいな、そんな、こう、え、あの、仕組みが、こう、世の中に、世の中で結構ね、ディスカッションされていますけども、そういった流れもあって、ブロックチェーンで ID をマネジメントするっていうことが、非常にこう、旬なトピックではありますけれども、本日はまさにその、非常にこう旬なトピック、アイデンティティですね、ブロックチェーンでアイデンティティをマネジメントするというテーマで、ミートアップ開始したいと思います。で、本日のスケジュールはこの通りになっています。私のオープニングの後、インディショーさんの、金原麻耶さんと、ケン・エバートさんによって、トラステッドデータエコシステム、信頼できるデータのエコシステム、アイデンティティに価値を見出すというお題目でご講演いただきます。で、通常ですね、ハイパーレッジャーミートアップって大体こう、2人3人の方にご登壇いただくんですけれども、今日は、ランチセッションということで、この1項目だけで、進めていきたいと思います。で、ミートアップの開催中ですね、皆さんの質問は随時受け付けたいと思います。で、通常のハイパーレッジャー東京ミートアップ、これまでご参加いただいた、皆さんよくご存知かと思いますけども、講演中に Q&A ボタンの、Q&A の場所に、質問を書き込んでいただいて、で、講演が終わった後にその Q&A にこう答えていくと、そういうスタイルでこうやってましたけれども、本日に限りましては、できる限りプレゼンの中で、答えていくというスタイルを取りたいと思いますので、もし何か、ご質問とかあれば、どん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 書き込んでいただければなというふうに思います。で、本日ですね、プレゼンターは金原麻耶さんがプレゼンを行うんですけれども、技術的な質問に関しては、インディショーさんの CT、あ、C、CTO ですね、CTO である、ケン・エバートさんの方で回答いただきます。で、ケン・エバートさんは、英語、イングリッシュスピーカーですので、もし技術的な質問がある場合は、もし可能であれば、英語で、書いていただけると非常にスムーズかなと思います。で、日本語で書かれた場合でも、私どもスタッフの方で翻訳をしていきますので、その点はご心配なく、書いていただければなというふうに思います。で、いつもですね、東京ミートアップに皆さんご参加いただいていますけれども、それ以外の、ハイパーレッジャーミートアップ、日本以外のロケーションでもあります。ヨーロッパの動向とか、ご関心がある方は、来週ですね、ハイパーレッジャーのブダペストおよびフランクフルトで、開催がありますので、もしハンガリー語と、あとドイツ語がもしわかるようでしたら、ぜひご参加いただけると良いかなというふうに思います。はい、それでは実際にこうセッションに入っていきたいなと思いますけれども、その前に、いつもね、行っている、アンケート、ね、定点観測は非常にこう重要かなと思いますので、アンケートを取りたいと思います。それではまずですね、どこから皆さん参加しているか、これにお答えいただければなと思います。どこから参加されていますか。だいたい、30秒ぐらい、で皆さんご回答いただけると非常に嬉しいですね。あ、やっぱりこう関東が多いですね。はい、じゃあちょっと投票を締めさせていただきます。で、投票結果、こんな感じになってます。やっぱりいつも通り関東なんですけども、九州、沖縄、そして海外ってですね、海外はひょっとしたら本日のスピーカーのケン・エバートさんかもしれませんけども。はい。で、もう一つのアンケートです。はい、ハイパーレッジャーをすでに製品サービスで使い始めていますかにお答えいただければと思います。はい、投票終了させていただきます。35%が既に使用していて、42%が、使用に向けて準備中であると。で、合わせて、70、8割近くが製品サービスで使用しているか、これから使用しようとしているという状況ですと。大体これは今まで、
の傾向と同じかなと思いますね。で、今までだったら製品サービスで使用しているという割合が多くて、向けて準備中っていうのがやや少なかったりするんですけども、まあそれもやっぱりね、今回はアイデンティティに特化したミートアップであるというところも少しそのあたりが反映されているのかなと思います。はい。ではですね、以上をもって、私の、前座を終了させていただきますので、これから、ミートアップ、ぜひ皆さん、楽しんでいただきたいと思います。それでは、スピーカーの、金原まやさんに、バトンタッチしていきたいと思います。それでは皆さん、拍手の声は聞こえませんけれども、金原さんを温かくお迎えください。それでは、金原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。早速ですけれども、エンパイアインタラスト、今日のプレゼンテーションを始めさせていただきたいと思います。本日のプレゼンテーションの内容ですけれども、まずは私と県の、自己紹介と、インディションについて、軽くお話しします。その後、トラスティッドデータエコシステム、今日のメインテーマですね。そしてその後に、テクノロジーの、ちょっと深いところも、追求していきます。それして、後半、事例とワークショップのお知らせも含めています。早速ですけれども、私の名前は金原まやと申します。シリコンバレーで、15年ほど IT の会社におりまして、オートデスクではエンジニア、アップルで QA、Twitter ではプロジェクトマネージャーをやってた頃がありました。その後、セキュリティ、プライバシーとの、出会いがありまして、2017年に自分のクレジットカードが盗まれて、誰かが知らない人がニューヨークで10万円ぐらい使ってたっていうことがありまして、自分はその時サンフランシスコにいたんですけれども、その苦い経験から、セキュリティとプライバシーの勉強を自分で始めさせていただいて、非営利団体などに参加しながら、コンフェレンスに行き始めました。2017年、その時に、ブロックチェーンとの出会いもありまして、サンフランシスコにあるデジタルガレージという会社にて、インキュベーターのコミュニティ作りを手伝いしながら、その時とてもブロックチェーンのミートアップの方々がすごい熱狂的で、いろんな方にお会いしました。その後、その同じ場所で、2019年ですね、セルフソブレインアイデンティティインキュベーターというインキュベーラーを、マネージする、プロジェクトに関わることになりまして、その時に、ソブリンファンデーション、にいた、ケンと、CEO の、ヘザーに出会うことができました。当時、ブライアン・ベランフ、最近までディレクター、ハイパーレジャーのディレクターをしてたブライアンとも出会うことができまして、その後2020年に、インディショーを当時のメンバーと一緒に、設立することができました。 Ken, would you like to introduce yourself for 2 minutes? Sure. I'm Ken Ebert, the CTO at Indicio. I have been involved in decentralized identity since the joining the Sovereign Foundation as its software architect and working on the open standards there at the W3C and at Hyperledger and the various working groups. Prior to joining the Sovereign Foundation, I worked in the medical analytics space, working on large-scale analytics, doing hundreds of millions of records and analyzing those in real time, and also on the master patient index problem to correctly identify persons who are being treated so that the proper care can be given without mixing medical records from multiple organizations and getting the wrong records associated with the people. I've also worked at Novell as a system architect, as a consultant for IBM on operating systems and compilers. Also worked in Symantec, working on search solutions there to evaluate backup systems and things like that to provide security and privacy for those types of organizations. I've been in the tech industry with some startups and had some successful exits and enjoy working with technology and helping to let other companies be successful and guide them through some of the tricky parts of the technology. Thanks, Maya. Thank you, Ken.
こちらにも書いてるんですけども、簡単に翻訳させていただくと、彼はメディカルデータを取り扱った仕事をしていたことがあって、それは今回のこととすごくつながっているかなと思います。そして IBM のコンパイラーなどにも携わることがあって、スタートアップをエグジットさせた経験もあります。詳細はぜひ、インディショーの、ウェブサイトにありますので、ぜひご覧ください。今日たくさん内容があるので、どんどん、進めていきたいと思います。次に、まずはインディショーのご説明をさせてください。インディショーはトラスティードデータエコシステムを開発、そしてホストしております。トラスティッドデータエコシステムは、ベリファイアブルクレデンシャルをエクスチェンジするための最低限可能な設定になっております。ベリファイアブルクレデンシャルという言葉をまだあまり聞いたことがない方がいるかもしれないんですけれども、まあ、一部のインターネットでは、自己試験型のデジタルな個人情報の集合体を示す次世代の証明の形ですという表現がありましたので、共有させていただきます。私たちは、偽造の削減、プライバシーをデザインしたユーザーフレンドリーなセキュリティを信じていますので、ディセントライズ・アイデンティティ・コミュニティの目標となっている、オープンソースやインターオペラビリティをサポートしております。私たちのクライアントはさまざまな産業から用途の違ったサポートが必要だったためにインディショーに訪れてきます。たくさんのクライアントはさまざまな問題を抱えているものの、ディセントライズアイデンティティ101のワークショップから始めます。どうして私たちがこの問題に取り組んでいるのか、トラスティッドデータエコシステムはどのようにできたかなどをお話しします。それぞれのクライアントとは、まず何が必要なのか、どんな問題を抱えているのかをしっかり時間をかけて話します。私たちはこのやり方で現実的なソリューションをたくさんの企業に提供することができ、問題解決ができました。このような背景から、まずはどうしてこのトラスティッドデータエコシステムを構築するようになったかという歴史を説明させてください。こちらが一つのトラスティッドデータエコシステムは単体しているエコシステムなんですけれども、これを表現したものです。シームレスで効率的なデータエクスチェンジシステムで、イシュアー、クレデンシャルホルダー、クレデンシャルベリファイアーを含みます。即座にその3つのデータの価値を参加者に提供します。後ほどお話しする信頼できないデータのコストを削減したりします。まずはじめにシンプルにどのように私たちがベリファイアブルクレデンシャルをエクスチェンジしているかをご覧ください。これはリンクトインのスクリーンショットなんですけれども、どうして私たちがこのようなシステムを構築しているかというと、現在存在しているデータモデルは信頼できないシステムだからです。例えば皆さんがお持ちの LinkedIn を見てみましょう。E メールアドレスを使ってアカウントを持ってますよね。そして G メールアドレスを作る前には、私たちが誰であるかを全く証明していませんよね。ただこのプラットフォームに入るためだけに E メールを、バリデートしました。私たちの CEO のヘザーがよく言う話なんですけれども、このリンクトインで彼女の名前と写真を使ったアカウントが7つもあって、自分が自分であるという、証明ができないということが現実に起きています。ディセントライズドアイデンティティの目標と申しますと、トラスト、信頼と効率というコンセプトから成り立っています。ちょっと歴史の話になるんですけれども、紀元前3200年前から、1964年まで私たちは、アナログの世界で書類を郵送したり、持ち運んだりして書類をエクスチェンジしてきました。ノータリティ、交渉人から
封を投じられた、スタンプ付きの、封筒や、郵便局でレジスターされた書類など、持ってきた人がポケットに入ってた、封筒を手渡したりしてきましたね。こういったやり方で私たちは信頼を築いてきました。誰かが特別な封筒を持ってきてもらったり、郵便局に行って同意書に署名しなければなりません。たくさんの信頼を築いてきましたが、とても効率が悪かったです。1964年からこれまでに何が起きたかと申しますと、信頼できる効率化されたプライバシーが保護されたハイブリッドな世界が出来上がりましたが、私たちは書類ドキュメントのエクスチェンジにはたくさんの信頼を犠牲にしました。書類をスキャンしてアップロードしたり、デジタル化されたドキュメントやデータを E メールするようになり、効率は高まりましたが、トラストやプライバシーを失いましたよね。E メールを受け取ったり、送ったりすることで中央集権型となり、便利にはなりましたが、送ったり受け取ったりした E メールは信頼やプライバシーを失いました。ディセントライズアイデンティティ、分散型 ID の目標は、このような3つの要素をオプティマイズすることで、効率を最大限にし、データエクスチェンジの際、プライバシーを保護することです。それでは、どうしてアイデンティティのドキュメントはアナログ生活で使われているのでしょうか。このスライドの右下にあるビジネスオーナーは、このドキュメントを視覚的に見たときに意味がすでにありますよね。または情報を実証することができます。例えば、運転免許証を見てみましょう。このプラスチックのラミネート加工を見れば、偽物かどうか分かりますよね。運転免許証は発行者、日本の場合は、警察庁でしょうか、政府になりますが、その発行者によって制作された ID、運転免許証です。違う言い方で申し上げると、発行された免許証に対して誰かが勝手に書き換えることはないですよね。もし例えばプラスチックの運転免許証の一部の加工の仕方が一般に目にするものと違っていたり、都道府県が表記されていなかったりすると、これは偽物じゃないかと思うかと思います。このようにアナログの世界は物理的な変化があると、このデータが本物か偽物かどうかという判断ができます。これが、デジタルの世界になると、デジタル ID が本物か偽物かどうかを判断するには、物理的なプラスチックなカードではなくなりますので、分かりにくくなりますが、Decentralized ID、分散型 ID の世界だと、これが理解できます。ハイブリッドな世界では、信頼できるデータをデータ描写やデータ立証と表現していますが、コストやリスクはどのように変化したのでしょうか。2FA を使った E メールは本当に安全なのでしょうか。なぜなら私たちは E メールがハックされてないことだけが分かっているからです。トラストと効率との間での無理やりの選択についてです。スキャンまたは E メールまたはアップロードされた ID が信頼できるドキュメントかどうかを判断するには何度か練習が必要となります。この情報が高いの、この情報のクオリティが高いのか効率が悪いのかどうか、プライバシーが保護されているかどうか、GDPR に沿ってプライバシーがきちんと保護されているかなどです。リスクについてはどうでしょうか。私たちは効率化のためにこれらのプロセスを踏むと時間がかかるので、デジタルデータを信頼できるかどうかを吟味しなくなりました。
効率を優先するためにリスクを取ってデータの信頼性を確かめることをしなくなりました。こちらの三角形の図をご覧ください。右に例えば行ってみると、もっと、リスクがあり、左に行ってみるとエフィシェンシーが高くなります。図を見ていただいているように、効率的な信頼とリスクとの関係は三角形の形で表現することができます。もし信頼を選ぶとなると、効率から遠くなりますね。逆に効率を選ぶと信頼から遠くなりますし、リスクも高くなります。とけれども、ディセントライズドアイデンティティモデルですと、トラスティッドデータエコシステムを使って、このような選択を迫られなくて済みます。三角形の関係ではなくて、リニアな図のような関係となり、リスクの反対側に信頼性と効率性が同じ側にあります。信頼性を高めると、ともに、効率化を進めることができます。信頼性はトラスティッドモデル、信頼できるモデルに存在しています。こちらの図式にありますのが、トラストモデルのガバナンス、ステークホルダーとの信頼関係を築くための管理体制です。このガバナンスは2つのフォームによって成り立っています。コードで書かれた暗号化された信頼と、署名をと読み取りに行ったり、本当の情報を読み取りに行ったりします。もう一つは哲学的な信頼です。この図の右にあるお店のオーナーが、データを送られてくる機関または業者がどの信頼できる機関であるかどうかを選んで決めさえすれば、このガバナンス内で信頼されたデータを受け取ることができます。データを受け取ったときに、データが信頼された機関から送られてきたかどうか、このガバナンスでマシンリーダブルなやり方で実行されています。そしてお店のオーナーは送られてきた情報が信頼できる情報かどうかを判断します。トラスティッドデータエコシステム、信頼できるエコシステムで、図の左側にあるクレデンシャルイシュアーが、バックグラウンドチェックや、KYC を行うことで、信頼が蓄積されていきます。運転免許証を例に挙げるとすると、運転免許証を発行する政府がクレデンシャルホルダーに免許証を発行します。そしてそのクレデンシャルホルダーがお店などのクレデンシャルベリファイアーに免許証を提示します。その時暗号化された認証、哲学的な認証、政府を信用することで成り立っています。こちらは、トラスティッドデータエコシステムを表現した図式になりますが、イシュア、ホルダー、ベリファイアーが三角形の形で表現されていて、この3つのパーティーの間で信頼関係が築かれます。金原さん、福安です。はい。質問が来てまして、高齢者紹介ですね、紹介の中で医療情報の管理についてのプロジェクトに関わっておられるとのことでした。で、私の理解では SSI というと、属性情報のような固定的な情報を扱う例が多いと思いますが、医療情報を VC 化するときのメリットや注意すべき点について解説してもらえますかという質問なんですけども、後ほど詳細ありますが、せっかく県がいるので県に聞いてみましょう。Ken, so the quick question was for using SSI with attribution, there are so many information that we as the medical information to be used, and what is the benefit
And what is the most careful point that we care about when we use a verifiable credential? In medical systems, one of the key concerns is privacy of the medical data. There are many laws throughout the world that protect the privacy of medical data. So one of the big concerns that we have is, how is that data shared? Is it shared in a centralized database that is easily hacked? Is it given to a centralized authority to share without my permission? One of the critical aspects that decentralized identity allows is that the data can be shared from the medical source directly to the holder. Since the holder then has the data in their possession, they can choose who they want to share it with and when they want to share it. And it's not put in a place where they lose control over their own data. So that's one of the key aspects of medical data. There are interesting problems with medical data, such as the size constraints that sometimes limit things that cannot be shared through a verifiable credential, such as a MRI or a CT scan. The data is too large to put into a credential or to hold on a cell phone in order to share it. And so sometimes you may need to share consent to a verifying party to have access. That consent needs to be withdrawable or revocable so that the consent can be withdrawn when I no longer want them to have access. But those are two different ways to either put the data in a verifiable credential or to issue a credential to a verifier to allow access to a medical data repository that allows for access to large data items that are too big for convenient transmission between the holder and the verifier directly. Okay. So let me translate that quickly. 今、県が申し上げた中でポイントとしては、まずデータを、扱う際に特にこのメディカルデータですよね、プライバシーの法律などがありますのでそこが一番懸念されるところで皆さんセンシティブに動かれておりますと。で、その際にセントラライズドシステムかどうかということですよね。あとその、オーソリティ、まあ、政府の機関、が、管理しているデータなのか、そしてそのデータがどこにあるのかっていうこともキーだと申しております。そして、そのデータを、誰に見せるか、どのように共有するかというところでコンセントが生まれるんですけれども、このベリファイアブルクレデンシャルを使うことでフォルダ、エンドユーザーが、コントロールできる状況にあります。そして、データのシェアとしては2つやり方があって、1つはモバイル、でその、ホルダー、今からもっと深く話するところなんですけど、これホルダーが、モバイルでコントロールできる場合と、そうではない MRI のような、大きい、ファイルの場合はどっかにストアをしてコンセントをもらってそれをシェア、する取りに行くというやり方があります。Next time I'll try to be more brief in my answer. Yes. そうですね。はい。Okay, another question quick here is is there a place to store outside of DLT for huge medical data?Data is not stored on the DLT at all. Only the issuing DID and the public keys and a revocation registry. All the data is normally stored with the holder in either their mobile device or in a cloud agent. はい、これ今ちょうど今から話すところなんですよね。で、今 DLT に、データがないっていうところなので、ちょうど今このページをまた戻りたいと思います。So we're gonna go back to this presentation because the answer is here. So okay, let's go back to ではこのまたプレゼンテーションに戻りますね。今ご覧になっている、ビルディングブロックのスライドですね。こちらの、
スライドでは、インディシオで世界中のクライアントが使っている、ビルディングブロックを表現しておりますけれども、すべてこれオープンソースのものですので、全く同じものが誰にでもアクセスできます。では一番下の部分にあるブロックからお話しします。イミュータブルデータ、作成後にその状態を変えることのできないデータのブロックがあります。このブロックは、イシュア、発行者のディセントライズドアイデンティファイア、DID が保存するためにあります。スキーマは違った参加者の間で共有されるかもしれません。クレデンシャルの定義、基本的にはそれぞれのフィールドのパブリックキーとなるものが、それぞれのイシュア、発行者によって署名されます。レボケーション、レジストリー、レボケーションレジストリー情報は、最終的な確認を常に最新情報としてデータがアップデートされています。テールファイルに続いているアキュミュレーターやデルタ、これらの4つの基盤となるデータがパブリックレジャーに書かれます。そしてこれらの4つの基本となるデータが全体のシステムをサポートしています。インディシオは私たち自身でネットワークを運営しています。テストネット、デモネット、プロダクションネットワークです。ハイパーレジャー、インディーベースのネットワークの中でも一番大きなネットワークです。パーミッション、right、パーミッション、5つの、大陸にまたがって、25のノードオペレーターがいます。ノードオペレーターはソフトウェアをアップデートしたり、プレミアムコードを書いたりしています。デモネットはネットワーク上でテストする方々のためにあります。そしてメインネットはプロダクションユースケースのためです。他のネットワークとのやり取りは世界中で行われており、ヨーロッパやアメリカ、その他さまざまなところで使われております。顧客のさまざまな機能のタイプによって、例えば政府によっては自身のプライベートネットワークが必要となり、決められた範囲内に情報が置かれてないといけない場合もありますし、その場合は世界のネットワークでの運営は避けます。バリデーターノードはコンセンサスアルゴリズムにあるノードです。イミュータブルオブジェクトがネットワークに書き込まれているものです。ほとんどのオペレーションは新しいイシュアを作るわけではなくて、ネットワークに特別なレジストレーションをするわけでもありません。ネットワークに書き込みをしているオペレーションは、一度イシュアーからホルダーへ直接発行し始めると、発行できる設定となっており、ネットワーク自体にアップデートは必要なくなります。ネットワークを選んでプロジェクトを成功させるために、これらのイシュー、ホルダー、ベリファイア、3つのパートのミニエコシステムを忘れずに、お伝えください。もしイシュアーがない場合、クレデンシャルを発行する人もいません。もしホルダーがいない場合、誰もデータを受け取る人がいません。もしベリファイアがなければ、クレデンシャルのエコシステムの価値を生かせません。このシステムは、それぞれの一つ一つずつの、イシュア、ベリファイア、ホルダー、この3つの役割を、果たす人々または会社が必要となります。一旦この仕組みを理解されると、顧客はこのシステムを利用したくなり参加したくなりますので、重要なことはパイロットバージョンでも良いので、小さいテストでも、始めて、このいち早くこの、システムを皆さんと共有していただくことが、一番、近道となります。とちょっとキリがいいところまでいきますね。ご質問ありがとうございます。はい、まだビルディングブロックのところにまだ長くご説明させてください。はい、この、仕組みはエージェントによって成り立っています。エンタープライズエージェント、こちらはバックエンドにありまして自動的に動いています。このエンタープライズエージェントはハイパーレジャーアーリーズのコミュニティにあるオープンソースプロジェクトです。そして赤パイ、
Aries Cloud Agent Python も優れているオープンソースプロジェクトで、Aries Cloud ベースの Python プロジェクトです。エンタープライズと、エンドユーザーをエコシステム上で表現しています。多くのエージェントは Web での UI でコントロールができます。クラウドエージェントはオンプロミスのエンタープライズエージェントの代わりにあり、クラウド上に存在し、Web UI でコントロールすることができます。Web UI はコントロールモジュールを、使うことができ、既存のシステムとインテグレーションするときに役立ちます。典型的な場合は、これらの画期的なやり方で既存のシステムとのインテグレーションが必要となりますが、組織によってはあまりコストがかからなく、負担の少ないストラテジーとなりますので、注意しなければならないことは、コントローラーがどのように見えるか、どのようにインテグレートデータを得て発行させたいか、ベリフィケーション、この証明書をどのように既存のプロセスに統合していきたいか、スムーズにするにはどうしたらよいかという点を考えていただけたらと思います。エッジエージェントは普段はモバイルデバイスまたはラップトップ、デスクトップ、エンドユーザーがエージェントを所有できて証明書を見せることができます。モバイルデバイスですとあちこちに動きますのでフィックスポイント、固定されているエンドポイントがないためミディエーターエージェントが固定されたエンドポイントを与えます。そしてキャッシングしたりバッファーしたり、エッジエージェントを通じて、他のプロトコール、メッセージ、エクシェンジ、イシュアンス、ベリフィケーションなどと通じて、情報交換をしたりします。エッジエージェントは Aries フレームワーク上で React Native で動いています。または Aries React Native Agent と複雑な呼び方をすることがあります。私たちは、バイホールドと呼んでおります。このウォレットはユーザーフレンドリーなやり方で証明書を保有でき見せることができます。これらはすべてオープンソースプロジェクトですので、カスタムエージェントまたは一般的なエージェントを作ることができます。たくさんの人がエージェントをおろそかにしています。顧客の中では IoT デバイスを使っている顧客もいます。だいたい UI とのインタラクションが少ないですが、IoT からエージェントとやり取りしたり、直接クラウドエージェントが IoT デバイスの代理となったりしています。これで上から下まで、このビルディングブロックのスライドを説明させていただきました。申し上げたように、イシュアを一つ、ホルダーを一つ、ベリファイアを一つ設定することが最低限に必要な構造です。このベリファイアクレデンシャルの技術で面白い点は、ベリファイアクレデンシャルが扱うデータ、PII はパブリックレジャーに残らないことです。エンドユーザーがコントロールしています。そのためにプライバシーが守られているデザインで、コンプライアンスも保護されています。レジャーが使われるのは、データが正確なものかどうかを確かめるだけに使われます。ID を発行したイシュアーから署名されており、他の誰からも署名されていないのを確認して、フォルダーに届きます。そして、誰か信用している人から、署名されているかどうかを確認したりします。フォルダーのウォレットの中にあるデータは、すでに同意されたものが保護されたままやり取りされます。と、こちらのスライドは、カーディアプロジェクト、というプロジェクトから引っ張ってきました。このような、魔法のようなシステムは、クリプトグラフィーの技術を使って成り立っております。2、3年前にクリプトグラフィーはブラックマジックだと言われてしまいました。これは中身が隠されてブラックボックスの状態のことですが、私たちはホワイトマジック、中身が分かるマジックが大好きですし、理解可能です。私も兼もクリプトグラファーではないのですが、クリプトグラフィー、暗号についてちょっとお話ししたいと思います。このシステムはハイパーレジャーインディーのエコシステムで走っています。どのような暗号法による、計算によって実際に証明書が発行されているか、クリプトグラファーが143ものステップを一つ一つ説明してくれました。
もしこの、クリプトグラフィーに興味があって、詳細を見たい方は、オンラインでドキュメンテーションが見れますので、そちらをぜひ、ご覧ください。私たちは、このドキュメンテーションを何人かのクリプトグラファーに見てもらって、どのように私たちが署名したものが安全に伝授されているか、計算が理にかなっているのは、私たちで確認できました。繰り返しになりますが、イシュアは暗号ツールを使って署名したり、 DID やパブリックキーを使ったり、またはパブリックキーと同じようなものを使ってレジャーに置きます。署名されてきちんと処理された証明書が、イシュア、そしてホルダーに届くように、承認します。ハイパーレジャーで使われている、GKP スタイル、ゼロノレッジプルーフの仕組みによって、エンドユーザーは、選択的情報開示、または述語証明と呼ばれるやり方で一部のフィールドを 見えないようにしたり、または選んだフィールドだけを見えるようにした証明書を提示できます。例えば年齢が18歳という規定があり、年齢が18歳以上かどうかだけを確認する場合は、体重や住所は必要ない情報ですので開示する必要はないですよね。こういった必要な情報だけを開示する設定ができます。これらはクリプトグラフィーの中でも重要な部分で、カメシュ・リナス、maybe Ken can say better, CL シグネチャーと呼ばれる署名、スタイルです。The cryptographic signature is Kamenish, the Tenskaya. Those are the two authors of the cryptographic method, and it's a zero knowledge proof method.That allows for selective disclosure and predicate proofs. はい、今彼がすごい綺麗な、発音で言ってくださいましたが、その、シグネチャーの、署名スタイルがありますと。他にも、W3C スタンダードに沿っている、署名スタイル、シグネチャースタイルもあります。選んだフィールドだけを見せる方法で、他の情報を、全て見せる場合には便利なスタイルです。シンプルなメカニズムを、必要としている場合です。素晴らしい機能の部分はと言いますと、ベリファイアはほとんどの情報をキャッシュできるところです。空港の中とか、特にインターネットのアクセスが限られている場所が多いと思います。Wi-Fi のコネクションが悪いところでも、ホルダーとベリファイアと、まだやり取りできます。今ご覧になっているこのダイアグラムは、先ほど申したように、カーディオプロジェクトから引っ張ってきているんですけれども、病院などのメディカルイシュアーがデータをホルダーに渡して、そしてホルダーが、政府や航空会社の人たちに空港などで、ワクチン、情報や PCR テストの結果などを見せます。皆さんご存知かと思いますけど、こういった状況では、いつも政府と医療、関係者の方の方、そしてそのコミュニティがうまく一緒に調和するとは限らないですよね。で、このような大変便利なツール、技術によって、直接政府と医療関係のシステムをインテグレーションしなくてもいい、状況になります。そしてプライバシーを保護しながらデータを受け渡しすることができます。私たちのクライアントの中には、ヨーロッパの顧客が多いのですけれども、彼らは GDPR のレギュレーションの中でビジネスをしている会社ですので、プライバシー保護法には、非常に敏感で、PII パーソナルデータの扱いにとても気をつけています。ベリファイアがビジネスに必要な、扱わなければならない情報だけを扱うことで、コーポレーションにおいてはリーガルチーム、法務部やエグゼプティンにはかなり助かるツールです。重要なのは技術的な部分とビジネスやオペレーションの部分のバランスを取りながらソリューションを築いていくことです。それぞれの会社にとって、ビジネスチーム、リーガルチーム、マーケティングチーム、すべての部署の人たちがハッピーに、満足できるように進めていくことで満足いく結果が生まれます。次に、コードアーキテクチャを見てみましょう。基盤となるライブラリーは前までは、ハイパーレジャーインディだけだったのですが、
今はハイパーレジャーウルサと分裂しました。なぜなら他のいくつもの、プロジェクトとも共有できるようになったからです。クリプトグラフィー、ライブラリーに様々な、面白いオプションができて、クリプトグラフィックスイート、暗号スイートが可能になったからです。今では中国のアルゴリズムも含まれています。一部の方々はどうしてユニバーサルに、信頼されてないアルゴリズムを含まなければならないんだろうと思われる方がいるかと思いますけれども、このクリプトグラフィックライブラリーの違ったコンポーネントは、一部の国や地域に沿ったレギュレーションの、必要条件に合わせなければなりません。ハイパーレジャーインディプロジェクトでは CL シグネチャーに、集中していたのですが、新しいシグネチャースタイルが、査定されて、クリプトグラフィックスイートに付け加えられました。シンプルなシグネチャーも付け加えられまして、JSON-LD シグネチャーでパッケージを署名することで、すべてのデータを明らかにすることができます。フィールドは5つしかないです。GKP スタイルのシグネチャー、署名は意味がないのかもしれません。そして BBS プラスというのも査定されました。新しい署名タイプで、ハイパーレジャーウルサのライブラリに付け加えられました。これらはレイヤーが上の部分を利用することができます。この左側にある、緑の部分にあたる部分ですが、レジャーそのもの、を形作っています。現在、コンセンサスアルゴリズム、インディープレナムコード、これは、ビサンチン、障害体制を持つ、分散合意アルゴリズムの一つです。レジャーを常にシンクさせています。そうすることで、みんながレジャーに何が書かれているかを同意することができ、変更できません。インディーノードはトランザクションを受け取るところで、トランザクションをレジャーから査定したり、書いたり、読んだり、または誰か使う必要がある人に戻したりするところです。ハイパーレジャープラグインもあります。実験的なトークンのプラグインです。例えば、ネットワーク上でトークンを使って、トークンネットワークフィー、またはバリューエクスチェンジの他のタイプを試したりします。これらのプラグインは、皆さんがノードやプレナムコードを強制的に変化させたりすることなく、ネットワークの機能を延長させることができます。右側の部分を見てみましょう。これはノードコードの若干上にありまして、アプリケーションに書き込めるようになっています。インディーリザルバーは DID が基本的にアドレスです。DID メソッドを使って解明します。そして、ある情報を取りに行くのに、このレジャーに行けばよいかなどです。リザルバーの上にある SDK は、エージェントコードより簡単で、エージェントコードがその上にあります。典型的なエージェントコードをお話ししたように、RS エージェントです。クラウドエージェント Python、または赤パイ、またはバイフォールドプロジェクトは、この Aries Framework JavaScript の上にあります。他の違ったフレームワークも Go や Java にあります。すべてインターオペラブルに使われています。なぜなら、同じプロトコールとスタンダードを維持しているからで、エンタープライズやモバイルアプリがそれぞれ一番上にありまして、コミュニティによってカスタマイズされています。もし今日このセッションをお聞きになられた方で、ぜひインディーやアーリーズ、ウルサを使ってみたい方は、この表の上から始めてください。下から始めないでくださいね。こちらの図が、インディションのアプローチによるトラスティッドデータエコシステムの基盤となるオーバービューとなります。ビジネス側から見ると、ガバナンス、マーケティング、戦略、UI、UX、アーキテクチャ、ネットワーク、ガバナンス、そしてテクニカル側は右側にあるようにアプリケーション、エージェント、などとありますが、私たちはビジネスチームとテクニカルチームが、それぞれ両方の、チームと話し合います。こちら、3つほど、ユースケースを、引っ張ってきました。これは先ほど申し上げたカーディアプロジェクトから作られたもので、シータという航空会社のロジスティックをしている世界中にあちこちプロジェクトを抱えている会社と作ったアプリとなります。
こちらは、リクイドアバターという会社で、アバターを使った、アプリでエンターテインメント、ファイナンス、さまざまな用途で使われております。こちらは、ボニファイというファイナンスをメインにした、会社と、グローバル ID というデジタルクレデンシャルの、会社が、コラボレーションしてできたアプリの、プロジェクトです。まだまだ、あるのですが、今日は、今日の事例は3つにしました。で、ワークショップのお知らせがちょっとありまして、ハイパーレジャーと、一緒にコラボレーションして、アーリーズのワークショップを、インディションのチームが、一緒になってやります。そしてインディの、ワークショップもありますので、ご興味ある方はぜひ、ご参加いただければと思います。そしてエグゼクティブワークショップも最近、インディションの方で作りました。以上となります。はい、金原さんありがとうございました。時間もやや押してきているんですけれども、一つだけ質問にまだ回答できてないものがあるので、これを回答いただければなと思います。そのゼロ知識証明に関する回答、あ、これも回答されたのか、多分ね、まだ回答されてないと思いますね。ゼロ知識証明に対する。すみません、質問がちょっと見えなくなってしまったんですけど。見えなく、大竹さん、ちょっと、まだ回答されてないんで、あ、これ、あ、あ、回答されたんだ。ゼロ知識証明はすでに社会実装が可能な技術でしょうか？技術的困難は残されていますか？っていう質問で、ケンさんが、英語で回答してるんですけども、まあ、これちょっとね、最後に少し、解説、日本語で解説いただいて、終了できればいいかなと思います。じゃあ、Ken, can you repeat your answer for zero knowledge proof, if there is any actual case? The zero knowledge proofs are working today. So the examples that Maya showed in the slide deck are using zero knowledge proofs already in production. And so the technology is mature.There will always be new signatures, new developments that could be incorporated, but the technology as is today works well. ということで、現在もすでに、ゼロノレッジプルーフに関しては、使われているということで、私が説明した、以前の、今日お話したスライドの中で、ゼロノレッジプルーフは使われています。という回答でいいですか、はい、ね、大丈夫です。ありがとうございます。それでは時間になりましたので、おそらくね、これからまだお昼間なんで、ミーティングにどっかの、ね、別の仕事にこう行かれる方もいらっしゃると思いますので、ここら辺で本日のハイパーレッジャーミートアップ東京終了させていただきたいと思います。ではそれでは最後にね、本日ご講演いただきましたインディシオの、金原さんとケンさんに温かい拍手を、ひょっとしたら聞こえないかもしれませんけれども、いただければと思います。金原さん、ケンさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。もし何かまだご質問ございましたら、ぜひ、E メールでご連絡ください。maya@indisio.tech です。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、本日は、ご参加いただきましてありがとうございました。今年で、今日が今年で最後のハイパーレッジャーミートアップとなりますけれども、皆さん、来年もまだまだハイパーレッジャーミートアップ適宜やってきますので、ぜひご参加ください。それでは皆さん、2021年、本当にいろいろサポートいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、良いお年を。